これはいい車だ。本当にいい車なんだ。以前乗ったシビックは、純ガソリンの、サイレン化の LX グレード。今回乗るのは、最上位の EHEV です。日本に数台しかない、連日の取り合いの中で、なんとか深夜に予約を取ったぜ。赤なんだけど、目立たない黒系ですね。深みがあっていい色だ。新車価格400万円ということで、車内の質感も相当にいいんですよ。映像じゃわからないけど、そこら中にソフトパッド素材が用いられています。センターコンソール奥に、ワイヤレス充電パッドが付く以外、基本的には細部の仕上げに差が出てるね。シフトはボタン式で、残念ながらマニュアルレンジはないぜ。その点と挙動が、実は純ガソリンに一歩譲ると感じてしまったんだけど、電気の付加価値、存分にお見せいたしましょう。はい、駐車場から出してきたのですが、やっぱり車体が大きめですね。取り回しにはわずかに苦労します。例によってブログ記事を元に動画を作っていくが、まずサイズ。前後に 4550mm、横幅は 1800mm。こう聞くと普通ですね。でもこういうところの左折でも、ちょっと車体が大柄に感じます。基本的に慣れの問題ですけど、ただ、ハイブリッド化されて基本的にエンジンは回らなくなったので、静かになって、車格が増した感覚です。このタイプのハイブリッド、基本的にエンジンは発電専用で、駆動はモーターが受け負うようだ。EHEV システムの動作と制御は、かなり複雑というか緻密になっているようで、駆動用バッテリーを介さず、生み出した電気をモーターに送ることもあるとか、あんまり複雑な話をしてもしょうがないですが、このシステムをフルに活かして燃費を出すには、深い理解が必要となりそうです。普通に乗ってても、リッター30は余裕で超えられるけどな。というわけで今回、深夜帯の大阪にて、3から4時間ほど借りてきました。まず最初に、高速道路でラーメン一覧に行きます。大阪の近郊に、いい具合にワインディングが見当たらず、ついでに寄っていくかという思考です。リアルの方であんまり編集時間が取れないので、とっとと入っていきましょうかね。車両重量は 1460kg、モーターの最大トルクは 315Nm、最大で184馬力となるそうです。さっき言った通り、加速をメインで受け負うのはモーターだ。この EHEV は純ガソリンの LX に対して 100kg 重く、最大出力は2馬力を取る。理論上はトップエンドが控えめになるはずですが、モータートルクがドカンと効くので、かなり鋭い加速をしてくれます。エンジンは2リッターのノンターボですが、加速フィーリングには VTEC のようなパンチがあります。さっき言った通りエンジンは発電をするのみだが、初言には可変バルブタイミングとは書いてある。それにしても、重厚感がありますね。乗り心地も、少し固めではあるのですが、段差を越えた後、しっかりと足がストロークしてから、深い差が出ない程度に素早く抑え込みます。快適性と安定性が高次元にバランスされた、すごくよくできた足だと思います。こういうダラダラ走行だと楽しみはないですが、燃費の最大化をしながら、車の上質さを堪能できるので、悪くはないですね。左のあれは、ネットでおなじみのスーパータマデかな？大阪エリアの土地感は全くないのですが、カーナビが途中からバグって、かなり面倒なことになります。そういえば内装のドアのところ、赤く光りますよね。これが目障りで、信号待ち中に本体設定から消せないかと探したのですが、結局見つけられませんでした。適当に触ってたら、なんかのモニターが出てきたわ。これもシフトノブも、本体についてたやつじゃね？メーカー内有用は基本。さて、結構長いこと動画を撮っていたのですが、全部没になってしまいましたね。スポーツモードに入れて、ちょっと踏み込んでみましょう。EHEVにはインディビジュアルモードもつくぜ。その名前つける風潮なんなの？カスタムでええやん。加速性能が未体験で、そこそこ速そうな車では、迂闊にベタ踏みしないことにしました。やっぱりエンジンがタイヤを直接駆動する、CVT ハイブリッドとはちょっと違って違和感あるんだよな。乗り物の動きを確かめながら、ゆったりカーブを曲がっていっていますが、どしりと安定して、ハンドリングにもいい重さがあります。ステア操作に対する応答性も、ロール収束も理想的で、かなり楽しく走れるスポーツマシンです。立ち上がりで大きくアクセルを開けると、モーター特有の低速トルクでドカンと前に出て、瞬間移動するように立ち上がることもできます。踏み込んでから加速が始まるまで、ちょっとタイムラグがあるので、そこを調整しながら踏めるといいですね。さて高速巡航となりましたが、
このシビックで個人的にいいと感じたのが、運転アシストの豊富さですね。今右カーブの途中にいるが、目の前の軽自動車を誤認するのではなく、ちゃんとカーブ先にいるトラックを捉えているぜ。メーター中央のシステムモニター、これ間違いなくテスラを意識して作ってますね。直進安定性が高いことや、高速域での乗り心地もいいことなんて、言うまでもありません。ウインカーを出してレーンをまたいだ後は、ちょっと意地悪ですが、ステアアシストを試してみます。まずステアリングを操作する力を緩めてみますが、乗り物だけでちゃんとまっすぐ走ってくれますね。このまま放置し続けていれば、多分警告が鳴ると思います。次は、わざと車が車線をはみ出していくよう、わずかにハンドルを操作してみる。ああダメだ、勝手にハンドルを切って戻される。しかも、機械がハンドルを触っているのに、テスラみたいな恐怖感は全くない。あんまり勝手に操作されると、ものすごく怖い気持ちになるからな。とても安心感ある動作だぜ。このシビックなら、深夜の追い越し車線をガンガンに走っていきたくなるのですが、長距離をゆったり走るのも、とても安全ですね。せっかくの信号待ちなので、音量を上げてみましょうか。うむ、いい音響システムだな。ここで私、例の車内の赤線ライトを、まだ消せないかと模索する。そういえばメーター右側のダイヤルで、音量を調整したり、押してミュートにしたりできるんですよ。確かフォードマスタングのマックEも、メーター内に、音量調整専用の物理ボタンあったよな。エアコンの温度調整も、海外に気がタップ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 ってバカにしてるのを見たことがあるんですが、なんかそういうこだわりというか、宗教でもあるんですかね。でもエアコンのタッチパネルは実際クソだろ。その点シビックは素晴らしいですよね。物理ボタンを残してくれてるんだから。テスラなんかクソ使いづらかったよな。エアコン専用パネルすらなかったし。画面下側で温度だけ 0.5 度刻みで決められるんですが、風は冷たいくせに風量だけ弱かったり、シートヒーターのオート設定が熱すぎたり、やっぱり使いづらいんですよね。モデル3自体は今でも欲しいっちゃ欲しいんだけど、コストダウンを正当化する効率中間。というわけでやってまいりました。人生で4回目のラーメン一覧です。今深夜の1時なのに、やけに大混雑しててビビりましたよ。奥の方に止めましょうかね。駐車マス選びの時点で、交通事故はすでに始まっている。ちなみにボタン式のギアセレクター、R のところだけ奥から手前方向にへこんでて、すごく押しづらいぜ。なぜよりにもよって、人間の指が、一番押しづらい方向に隠した？右上に入れるだけでいいプリウスシフトの方が、普通に楽なんですけど。どのギアを選ぼうにもどこ押すか一瞬迷うから、右下は D と決まってるプリウスシフトへか。電動パーキングブレーキの P レンジ連動も、出荷時からデフォルトで、設定しておいてもらえないんですかね。以前 ZR-V を借りた時は、パーキングブレーキがかけられてない状態で、車が止められてましたよ。電動パーキングブレーキ、オートライト感覚でシフトポジション連動を必須化しろ。というわけで到着ですが、いい車感に溢れてますよね。これがまたうまいんですよ。何ヶ月ぶりかのラーメンだけど、濃厚な豚骨の香りで奥底から感動しました。卵とネギと、チャーシューをトッピングするのが習慣になってます。豚骨スープを口に含んだ時の香りと、濃厚な味わいが最高なんだぜ。一覧徒歩5分圏内の物件があったら、それだけで契約しちゃうかも。ごちそうさまでした。素晴らしいラーメンを本当にありがとうございました。ステアリングレシオがわずかにクイック寄りなので、こういう左折もスパッと決めやすいですね。乗り慣れていなくて、真っ暗な左後ろにビビって聞き切りましたが、そういえば奥に赤点滅の信号機があるのですが、前のタクシー、ノーブレーキで突破してね。やっぱりそうだよね。見間違いじゃないよね。危な。多分交差する側は黄色点滅なんだろうが、注意して進め。の意味が問われるよな。まあこの形状ならノーブレーキで入っていっちゃいますよね。あれだけのことをやってサイレンが鳴っていないので取り締まりが機能していないことは明らか。律儀に止まる必要はなかったかもしれんけど、まあいいや。せっかくだし 1800mm の横幅がネックになっているところですが、ちょっと追いかけてみましょう。やっぱり横幅が大きいのでこの狭さの左カーブはすんなり行きませんね。細い車種だったら車線の中でライン取りができるんだがな。このサイズになると、対向車線にはみ出すか、一瞬でフル荷重でもかけるかしないと、車線幅がネックになって、走りのテンポも悪化する一方ですね。フィットに乗った時、ロール量が大きいと言ったのですが、あっちは一瞬で、パタンと倒すことができた。対してこっちは、想定しているスピードレンジがかなり高いのでしょう。
安定性重視の仕上げが悪さしている。アクセルだって、踏み込んでから加速が始まるまで、パワーモードでもちょっとラグがあるし、難しいっすね。モーター駆動のパワーモードなんだから、もっとプリウス PHV みたいに、思い切り鋭くすればよかったのに。向こうは段差を超えただけで、踏まれすぎて体が持っていかれるレベルですから、まあ最悪スロットルコントローラーだってあるし、体だって鳴らすことができるし、このことは様子見ですね。それにしても、路面自体はかなり荒れていたが、一切動じなかったな。スピードレンジが高すぎて、狭い道でも手余す R35 タイプだ。というわけで、ハイパフォーマンスカーとしてのモーター駆動シビック、お手並み拝見と参りましょうか。パドルを引くと回生ブレーキの効きを調整できるのですが、スポーツ走行にはあんまり役立ちませんね。さあ出口に向かってエンジン全開。この飛んでいくようなコーナー脱出。アクセルをベタ踏みにさせて、遠心力でアウト側に膨らませる、気持ちのいい走り。モータースポーツの世界ではどうか知らないが、安定感とダイレクト感を伴いつつ、爽快なエンジン音と刺激的な加速で、旋回方向に使われていたタイヤに、直進方向の加速力を与え、その合算でコース幅を使い切るようにアクセルを開ける。そんな FF の走りは、公道を楽しく走るなら、本当にいいものだぜ。どれだけ追い込んでも、危ない動きをしない安定性。これが安心感となり、タイヤをがっつりと使い切りに行けるんです。また、ハンドルに適切な重さがあり、ステアリングを通じて、フロントタイヤと路面のグリップ感が伝わってくるよう、ステア操作に対する、ロールの追従や収束もいい感じで、少し重いけど、一体感があるんですよ。やっぱりちょっと動き出しが重いというか、フィットみたいに身軽に曲がり出してはくれないけど、それゆえどしっと安定しているので、これはこれでいいんですよね。段差やうねりを超えた後も、硬すぎず柔らかすぎず、揺れの収束もバランスがいい。運転手さえ適切に操作していれば、乗りたいラインにタイヤと路面とのグリップさえ足りていれば、誰でもそれをトレースできる。ただ踏むと速いだけじゃなくて、そういう類の安心感があります。さて、低速域から全開脱出しましょうか。すごい迫力だな。熱効率 40% オーバーのエコエンジンだとは思えない音だ。獣のような声。エンジンメーカーとしてのホンダ車の伝統が確かに残っています。それにしても加速途中で2速に入ったかのようにエンジン回転が切り替わったんだけど、発電専用なんじゃなかったの？相変わらずハイブリッドシステムの動作はわからないし、あとなんというか、純ガソリンモデルの時に感じた、全体の挙動の一体感みたいなのが、なくなってる気がする。立ち上がって、全開にするとすごく気持ちよく伸びていくんだ。でもなんだろう、乗り物の前後の動きの統制が取れていないというか、純ガソリンにはあった、前がクイックに切れ込んで、後ろが落ち着いてついてくるような、そういう前後バランスの良さが、なんかイーヘブにはない気がするんだよな。前後重量配分的には、バッテリーがリア側にある分、フラットに近づいてるんだがな。それよりは前荷重がかかりやすく、そもそも軽いガソリンモデルの方が、コーナーは楽しかった気がする。ちなみに、ワインディングで使い道があまりないといったパドルですが、あると楽できる状況はあります。このように、ちょっと遠くの赤信号に、ダラダラ減速していく場面、ブレーキペダルを一切踏まずとも、じわじわと速度を落としていくことができるので、楽ができますね。なんか電車みたいなブレーキだよな。停止寸前だけ、左足でじわーっとブレーキを踏んで止めれば、あとはブレーキホールド。疲れないね。さてここからは、都心環状に戻って、時間の許す限り、ぐるぐる回りましょうか。やっぱり多段式トランスミッションみたいに、途切れ途切れに加速していくよな。本当にモーター駆動ならおかしいぜ。ここら辺で、カーナビがバグるというか、案内が正常に機能しなくなります。本来なら北東の方に行けるはずなのに、分岐の案内が一切出ず、北西の方に進まされてしまいました。後で調べても、物理的に繋がってなかったっぽいんですが、じゃあ最初からそんなルート指示するなよと、適当なところで降りて、戻ってきたのですが、ここでもまた、分岐を間違えたんですよね。というか、ここで降りなきゃいけないのに、カーナビが何の案内も出さなかったんですよね。さすがに違うだろと思って、自分で左側に進んだのですが、標識を読む余裕がなくて、道を間違えて、ここで降りちゃったんですよ。さすが2023年に新車で売られてるホンダの純正ナビ、人間が操る領域も、そういう方向で残しているわけですか。さ、
30秒くらいで通過できたはずのジャンクションに、なんやかんや15分以上使ってしまってますね。次のところまで下道で行こうとしたのですが、ここから乗れることに気づき、Uターンして参りました。大阪の中心部に行きたいんだ。さすがに間違えないだろ。ここでも分岐ミスったらさすがに草だろ。というわけで、地図上で見てたら面白そうな形をしていた、朝潮橋パーキングに一旦入ります。こういう時間こそが、人生の楽しみ方なんですよ。で、久しぶりにリアルゴールドを買ってきたのですが、カップホルダーの直径がガバガバすぎて、問題が生じるんですよね。飛ばしてもこぼれはしなかったけど、このガタガタ、社外製のカップホルダーでも用意した方がいいわ。安心して走れないのよ。飲むな。電動パーキングブレーキ、D レンジ連動で解除はされないけど、慣れたらアクセル踏んでそのまま行くのが安定ですね。まだ電波には馴染めていないけど、ブレーキホールドは私の車にも欲しいです。車外製で、リアキャリパーごと交換できるキットないのかね。さて、今の一瞬で車が来てるかしっかり見ておいたので、合流はオールクリアです。返却は45分後、都心環状の分岐は大体調べた。最後の走行枠ですね。というわけで、同じルートを複数回走れるということで、かなりの領域まで攻め込んだ走りができるわけですが、総じて思ったこととして、なんか違うんだよなぁ。この瞬間は気持ちがいいし、藤原ゾーンみたいな脱出ができるのよ。それだけは最高なのさ。でも、生半可なブレーキングでは、前荷重がかかりきらないのかなぁ。私が乗り物に、慣れてないだけっていうのはあるけど、旋回途中も、前後が別々に動くというか、なんでだろうね、しっくりこない気がするのね。ある程度抑えて、常識的に楽しむ程度のペースだと、なんかダメなんだよなぁ。純ガソリンの方は、ちょっとハンドルを振るだけでも、レーシングカーみたいに良かったのに。いや、こっちも十分楽しいんだ。だけど、私の GR プリウスみたいに、どの速度域でも意のままっていう感じはないよなぁ。まあまだ慣らしの段階だ。でもやっぱり、このフィーリングだと、極限領域までは攻め込める気にならないというか、動き出しは気持ちいいんだけど、追い込んだ先の世界がないというか、私みたいに、行動だろうがタイヤの限界まで使い切りに行きたいタイプには、ちょっと合わないなぁ。突き抜ける加速感と、ダイレクト感あるハンドリングで、ドライブ程度なら最高なんだがな。これと同等の装備と内外装で、純ガソリンの EX グレードか、ほぼ変わらんけど安くなる LX グレード、その両者ならマニュアルも選べるし、私だったら、LX と EX の差が区分の違いは小さいということで、LX 買うかなぁ。タイプ R はさすがに本体が高いから、サーキットユーザーか金持ち以外は、差が区分は普通に貯金でいいと思うぜ。タイプ R は FF の限界に到達した、史上最強級の乗り物であることに間違いないはずなんだけど、ただ速いだけが楽しみじゃないよね。乗り物の性能を使い切って、一体感を伴って走るっていう楽しみがあるよね。どちらかというと、機械的な速さよりは、操る楽しみを意識したい私は、選ぶなら純ガソリンの LX かなぁ。そんなアホみたいに飛ばさない、ちょっと山道を楽しみたい程度なら、超燃費のEHEVがおすすめだな。アホみたいにぶん回したり、130キロ以上で流してたりすると、正直ハイブリッドでもガソリンでも、燃費一緒なんですよね。そりゃその他の領域で大きな差は出るんだけど、なんかEHEVの動きが、私の感覚には合わなかったんだ。それにしてもシビック、かなりいい車だったな。現代車のボディは素晴らしいぜ。従来型クラウンのセダンと、かなりいい勝負してましたよ。このシビックも、あっちのクラウンも、床下にバッテリーを入れて、400Nm くらいある大出力モーターをつけたら、それだけで最高の EV になると思うんです。パワートレインだけじゃなくて、シャシーの方も優秀なんだから、適当に作ってくれたらいいのに、できないんですかね。特にクラウンの方、あれだけ素性のいいシャシーなのに、あのまま消えるのもったいないんですけど。まあでも、電動車の無音っぷりに慣れてしまうと、基本的に EV の方が、乗ってても速いからなぁ。140キロあたりから上の加速で差が出るっぽいけど、そんな速度域、新東名でもほぼ使わないっしょ。なら、踏み始めからドカンと加速してくれる EV の方が、飛ばしてても楽しいと思っちゃったなぁ。ガソリン車なんか、正直うるさいだけだからな。今に電力源もクリーン化されるし。というわけで、実は2週間くらい、予約が取れなくて奮闘していたEHEVさすがの400万円でしたね。ここでシートベルトを外して、ブレーキホールドだけで車体を停止させていたのですが、警告音が出ます。バーが上がって、アクセルを踏めば普通に動き出すかと思いきや、なんかやけにうっさい警告。車体がボヨンボヨンしててくさ。慣れなきゃいけないですね。そして、いつも通り D レンジでアクセルを踏んでも、
電動パーキングブレーキが解除されん。シートベルトがついてないせいか？これ、私の父親みたいに、走り出してからベルトつけるタイプだと、結構面倒な思いしそうですね。そしてカーシェアあるある、なんか微妙に障害物が邪魔な車室。新宿サブナードとかいう、出るだけで15分くらいかかるせいで忌避されてるのか。カーシェアが100台くらいある地下駐車場。さてさて、サクッと作って出すつもりだったのに、思いのほか長くなっちゃいましたね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。